アルディコルガンはカザフスタンの都市でアルマトイ州の州都。1993年以前はタルイコールクルガンとして知られていた。2003年時点の人口は118,400万人で大多数がカザフ人で占められる。チャガタイハン国の時代にはこの地方はゼティスと呼ばれた。1867年、高換度ハン国の北部がロシア帝国に並行され、 トルキスタン総督府下でセミレチエ州となった。タルディコルガンには大学、学院、学会、専修学校、高等学校、幼稚園など多様な教育機関がある。公立医療施設、劇場、遊園地、図書館、市営映画館、競技場、複合スポーツ施設、スイミングプールなども一通り揃っている。市内の空港からはカザフスタンやロシアの 各都市に便が就航しているほか、鉄道でも中央アジア各国、ロシア、さらにはバルト三国や中国にまで行くことができる。サッカークラブの FC、ジェティスが本拠地としている。ありがとうございます。